最強の男、俺は最強の男。どうだ弟よ、最強の男になった感想は。て誰か乗ってる。ヌーサー、俺はただ強さを求めていただけなのに、やっと最強の男になれたっていうのに。クシアンがお前のせいでヌーサーが死んだ。的な力ってのは。いやー助かったよ、すごいなお前。脆いわね。そうか、血液を吸収するほど。すまない博士。かうぜ。獣王はいかなる相手でも決して手は抜かぬ。これで貴様の両目を潰す。抵抗できぬようにな。抜かぬのだ。ま、冗談はさておき。連続。普通のパンチ。聞いてない。ここは退散して仕切り直しだ。みっけ。嘘だろ。お前も知りたいのか。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。いいだろう。心して聞け。危険だ。こいつらにそんなことを教えていいのか。まず大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうかだ。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。あなたという人は。ふざけないでください。え、来週の土曜まで大量殺戮が止まらねえぜ。そんな、まさか。こいつの柱モード、このまま丸一週間暴走を続けるだと。この調子で来週の土曜までだと。ということはもう終わりで。ということは今日がスーパーロー特売にだれ。死んだ。死ね。あれ、今殴ったよな。俺もフルパワーをぶつける実験台が欲しかったところだ。さあ、俺もガキの頃によくやってた。貴様、何者？待て、俺はただ…行け。ハンマーヘッドはどこに行った？まだ残党がいたとはな。ああ、ハンマーヘッドならあっちに行ったけど、全裸で。おい、違うぞ。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。嘘をつくな。いやいやいや、ふざけんなよ。よく見ろよ。よく見るも何も、その頭では言い逃れで。何言ってんだこいつ。
俺のプライドが許さない。お前が誰だろうと、もう逃がすことはできない。どうだ、音速を超えるこのスピード、そして衝撃か、見えるか、この速さについてこれるか。まあ帰っていいか。風神客、チェックメイト。あ、名前を聞いておこう。埼玉だ。埼玉、次に会った時がお前の最後だ。究極の忍術で書く。反復横跳び30秒。よーい、始め。次、1500メートル走、始め。次、重量上げ。次、次、砲丸投げ。垂直跳び。パンチングマシン。帰ろう。お願いします。服が燃えるところだった。こんなスピードでは。はい、俺の勝ち。情けは無用です。以上です。行きましょう。強くなるためならどんなことでもやる覚悟はある。全く湧かない。殺した。悪いけど今忙しいからまた後で。今よく見てなかった。イライラしてんだから邪魔すんじゃねえ。殴るぞ。来ないならこっちから行くぞ。ここにいた。押し返しているようにも見えるぞ。本当か。あ、いや、気のせいだった。クソジジイめ。ここが俺の墓場か。じいさん、こいつ任せるぞ。ん？先生、俺の町に落ちてんじゃん。ねえ、崩れる。このビルだけじゃない。
一見落着だな。俺は暗殺から用心棒まで何でも受け合う最強の忍者、音速のソニック。忍者の里に生を受けて。